はい皆さんこんにちは、えー、行政書士試験の、えー、こちらですね振り返り講義ということで担当させていただきますのは伊藤塾行政書士試験科講師の古谷と申しますよろしくお願いいたします、えー、まず皆さん本試験本当にお疲れ様でした、えー、まあまだ試験から、えー、3日ですかねしか経ってないというところなんですけれどもまあ、まだ 心が全然そわそわしているかなと思うんですがそのそわそわしている生々しい感覚持っているうちにですね、ぜひぜひこのような形で振り返るということは大切なことですのでやっていただけたらなと思いますで、私の方で担当いたしますのはこう毎日日替わりでいろんな講師が各担当分野についてのざっとしたお話をしているという流れなんですけれども私の方で担当させていただくのは行政法 記述以外とというところにななりますすなわち、えー、問題数でいうと問いの8から26ですね行政法の5種択一式と問いの4243という多子選択式の行政法の部分ですね記述はまた別で、えー、行っておりますがその部分についての、えー、ざっとしたお話をです、ね、させていただきたいと思います。えー、5分強のの、えー、お話ですのです まあ、一問一問フォーカスしていくというわけにはまいりませんが、えーまあ、全体的などんなもんだったのかなというイメージをですね現段階でつかんでいただけたらと思います詳しい話は分析会の方でするかと思いますのでそちらに行っていただけたらなといいいららっっしゃってたただけたらなと思います、えー、では行政法なんですがまず全体として、ですねあの記述を抜いたですよ記述を抜いた全体として、えー、割りかしとっつきやすい問題が多かったかなと思います。まあ、もちろん 超簡単とか、えー、優しい取れないとかありえないとかそんなことを言うつもりは全然ございませんが、あのーまあ、正答率ですねとかを見ていってもですねわり、まあ、かし高い高めですで例年の行政法の問題なんかに比べても受験生さんの立場からして、えーまあ、割りかし解きやすい問題が多かったのかなというような形で、えー、イメージを持っております さあとというところで、まあ、全体としてのまあ所感なはそんなところなんですがえもう少しですね細分化して見ていきましょうか、行政法といってもその中にいろいろありますよね、例えば問いの8から問いの10、一般的法理論と言われるところですけれども、えー、そちらもですね、えー、例年もそうですし、今年の試験前なんかもこう受験生さんからすごい聞かれてたのが一般的法理論が苦手だと、苦手意識を持っているという方がすごいやっぱり質問にあったんですけれども。一、まあ、つの 原因ですね、まあいろいろ原因はあるかと思うんですが一つの原因としてやっぱり知らない判例が出てくるっていうイメージがあるんでしょうねなんか最新判例とか、えー、ちょっと珍しい聞いたことない判例が出てきて、えー、ちょっと自分の中で把握できない問題の選択肢がいくつか出ちゃってそういったところからちょっとこう。 憂鬱な気持持ちを持ってしまううというか苦手意識を持っているというのが一つの原因としてあると思うんですけれども今回に関しては問いの8・9と見ていってもでですすねね、えー、知らなないい判例じゃないですよ、ねまあ、普通に一般的な、えー、行政書士試験の学習をされていれば、えー、見たことあるちゃんと学習している方であれば見たことある判例だと思いますのでそういった意味でもなんかこう自分の知らないところから責められてしまった。 問いの10の方も行政立法というところでこちらもです、ね、別にそのすごい難しいこと聞いてるわけじゃないのであの解きやすかったのかなと、えー、講義の方で扱っているものですからなんなら890もしかしたら全部取れたぞという方もいるかもしれませんねはいそれから問いの11から まあ手続きを不服審査法というところなんですが、まあ、まあ条文ままそのまま聞かれてはいないですが基本的にちゃんと条文の理解とか手続きを不服審査法の制度を分かっているという方であれば、まあ、特段苦戦はしないのかなと思っております、まあ、ちょっと聞き方が珍しいような Q&A 方式のものとかもございましたが知識的には王道ですよね。 はい、講義の中で普通に扱っていくようなところになってきます、なんかすごい応用が効いているとかいうものではないので、ここもまあまあまあ大丈夫だったぞという方、合格するようなレベルの方であれば、ここは、えー、取っていっている問題なのかなというふうふに感じております、えー、ただです、ね、ここまでザーッともしかしたら全問正解でこれたという方もいるかもしれませんが、ちょっと事件訴訟法の方でつまずいてしまったぞという方、多いかもしれないですね。あの私の手元にある、えー 回答率ですね。あのご協力受験生の方々にご協力いただいて、そこから出た結果を見ましても、問いの16、17あたりがやっぱりちょっと正答率低いですね。はい、16、17あたりが低いです。まあ、なでしょうね。正解分かっちゃえば。 まあそれはそうだよなって思うかもしれませんが、本試験のあの中でこういった問題出ちゃうと確かに、ちょっとこ,うあれこっちだった気もする、こっちだった気もすると悩ませる選択肢なのかもしれません、ちょっと私、本試験の現場にいな受けてたわけではないのでその空気感というのは分かりませんけれども、あの自分が当時、受験生だったときの気持ちを考えるとちょっと、こういう問題出されると。 えちょっとそわそわしてしまうというか弱気になってしまうような類の問題なのかなというふうふに思います、えー、なのでまあちょっとここでつまずいてしまうといったという方はいたのかもしれないですね、その正答率の客観的なデータを見ていてもそういうふうになってますので、国売19、20についてはまあいつも通りというかえその特段、特殊な判例が出ているというわけではないかなと。まあ、一度ぐらいは過去問ですとか、えー なんか問題演習なんかで出会っている判例なのかなというふうふに思いますので、まあ、ここも合格者であれば、まあ、そんなに苦戦することなくといったところでしょうかね、で司法実施法も同じですよね、まあ、別に例年より難しいというわけでも簡単というわけでもなく例年通りやっている,るところであれば取れるし、やってなかったら取れないしといったような問題ではないでしょうか。 でその地方自治法の後の問い24以降、結構例年フリースタイルというか、えー、いろんな問題出てますね、で今年に関しても、問いの25、基礎法学みたいな問題が出てますね、はい、まあここ、ただ条文問題になりますので、読み込んでいる方であれば、暗記で解けちゃってたかもしれませんし、あるいは普通に基礎法学的な、あの現場で試行して、文言を入れていって解けたという方も。 いいらっししゃるかもしれないですねあと国家公務員に関する問題というのが問いの26で出ておりますが公務員法、今年から伊藤塾の講義では取りを入れてますので、過去問の知識ですね、公務員に関する問題というのはちょこちょこ出てますから、その過去問の知識と今年から入った公務員法に関する知識で解けてもいいかなというところで、これは無理だよねというような問題がそんなにないですよね。 これは本当に難しいです絶対無理ですって問題がそんなにないので今年の合格者は多分行政法を得点源にしていくといういわゆる行政書士試験の、まあ、王道の得点の,あの配分になるというかという形になってくるのかなという印象をざっと見た感じ、受けました。 であとまあ残ったところとして、多種選択式、ですねで多種選択式なんかも行政指導ですね、あの法改正の部分あの狙われてくる可能性が高いから、えー、しっかりと追加された条文ですとか、学習しておきましょうねという話は多分各、各私以外にもいろんな講師がお話ししていると思うんですけれども、まさにですよね、行政指導。はい ズバリというところなんですが、えー、行政指導に関しても、まあ、問いの42ですけど「う」の部分です、ね、がちょっと正答率が悪くなっているんですがここも過去問で出てますよねたくさん何度も何度も過去問で出ているところなので、えー、しっかりと過去問演習もされていたという方であればピンときてここでも2点稼げたかなというところであります、はい、そんなところですかね はいなので、えー、繰り返しになりますが行政法今年の行政法に関してはわりかし解きやすかったのかなというところでありますはいでは、ですねまあ、受験後の試験を受けた後の、えー、過ごし方というかその辺のちょっとお話をしておきます最後にしておきますと。そうですねまあ この動画を見られている方はまあ大丈夫だと思うんですけれども、しっかりと冒頭でもお話ししましたが、感覚が生々しいうちに,にしっかりと振り返っておくというところが大切になってきますので、結構、あの受けたきりで、もう回答も見直さない、問題も見直さないという方、結構いますので、それはやめたほうがいいかなと思います。1年間の 1>, 1年なり半年なりの集大成ですからしっかりとその復習をです、ね、していただけたらなと思います、はい、では、えー、この振り返り講義なんですが毎日こうキーワードとして一文字ずつです、ね、皆さんに発表していっています、えー、でその一文字を全部組み合わせていくと一つのフレーズができてあの、まあ、何かが完成するということになるわけなんですが、えー、3日目の今日ですね私の方からお伝えするキーワードはこちらです「はい、な」ですねひらがなの「な」 昨日一昨日のものと組み合わせていってみてくださいなですねはいではというところで、えー、ちょうど時間も来ましたのでこの辺にしておきたいと思いますではまた分析会の方でいらっしゃる方はその時にというところでそうでない方も今後の過ごし方ですねまた頑張っていってくださいませはいありがとうございました以上となります